幸はふとしたことから忍び寄ってきます。恵まれない人々の良き相談相手となり、より良い生活ができるようにと願いながら、来る日も来る日も走り回るケースワーカー。通った山の坂道、怖くては全くとつい言いたくもなりますが、山の向こうに私を待っている人がいると思えば、そんな愚痴は言っていられません。やっとたどり着きました。今日も主人は山に行っていると見えて、目の悪いおばあさんと子供たちだけが留守番をしていました。どうやらおばあさんも相変わらずのようだが、目が不自由なのは本当にお気の毒。また来ますから。私はこう言っておばあさんに別れを告げましたが、この年寄りの目を何とかして治してあげたいものだ。またこの家は女手一人で働く母子家庭です。男でも社会の荒波を乗り切るのは容易ではない昨今、この人は山のシダを取ってきて、それを束ねては毎日東京に出荷しています。この仕事の一日の収入は100円そこそこ。それでもこの母親は一生懸命です。こうして私は何軒か歩いた後、木陰で目の前では書きにくい訪問先の記録を書くのです。そしてまた次の訪問へと自転車を飛ばします。ここは私の勤めている福祉事務所です。今日は所長を中心に地区担当員協議会、みんなでそれぞれの地区の意見を出し合って話し合います。幸せを取り戻した人から、お世話になりましたと、手紙と一緒にお金が送られてきたという。こんな時、私たちもまた仕事に張りを感じるのです。心のこもったそのお金でお見舞い品を買い、あるおばあさんだけの家を訪ねました。その後どうしているだろう。こんばんは。元気でよかった。私はこう心の中でつぶやきながらおばあさんに話しかけました。体の調子はどうですか。なんともない。ああそう、それは結構なことでね。なんともない。もしね、心配なことがあればね、何でもいいからね、言ってきなさいね。お願いいたします、うん、そうすればね、できるだけのことはしてあげますからね。お願いいたします。96歳の母親とその娘、この年老いた2人にもっと愛の手を差し伸べよう。私の受け持ちの中には船を操って行かねばならないところもあります。どうも慣れないので、なかなか思うように進んでくれません。
ここの主人は船での事故から片手が利かず、一時は世をはかなんで捨て鉢な気持ちになってしまったのです。ところが最近生業資金を受けて小鳥を飼うようになってから、心も和らぎ明るい笑顔を取り戻しました。小鳥へのひたむきな愛情。これが今ではこの人の心の支えとなり、生活への希望を見出したのです。恵まれない人たちのために青い鳥を求め歩き続けてきましたが、私はいつもこう思うのです。恵まれない人たちが一日でも早く明るい生活が送れるよう、みんながもっと温かい気持ちで助け合っていかねばならないと。明日ももっと頑張ろう。明るく楽しい社会を作るために。